月曜の朝でした。今週も忙しくなるなと思いながら支度をしていたんです。僕はちょうどその時起きた時でした。調子は良かったんですよ。ええ、玄関の方でドスンと音がしたんで、なんだろうと思って、そしたら倒れてて、慌てて母を呼んで119番してもらいました。全然息しなかったんですよ。で、頭の中が真っ白になっちゃったんですけど、前に学校で教えてもらった心肺蘇生をやって、で、救急車が来るまでずっと続けました。気がついた時には病院で2日間意識がなかったんです。習ったばっかの心肺蘇生をやるなんて思ってもみなかったけど、でも助かってよかったです。息子があの時心肺蘇生をしてくれなかったら、私はここにいませんでした。本当に感謝してます。マノカホです。CPR とは心肺蘇生という意味の英語、カーディオパルモナリーレサシテーションの略語です。なんだかちょっと重々しい響きがしますけど、実はとてもシンプルな行動を表現していて、心臓が止まってしまった時に心臓や脳へ血液を送る役割を果たすんです。これで人の命を助けることができます。あなたはヒーローですよ。今日一日で学ぶことができます。からかっているわけじゃないんですよ。実際の場面では躊躇せずに実行してほしいと思っているだけなんです。心肺蘇生は思ったほど難しいものではありません。誰にでもできるものなので、皆さんにもぜひ学んでほしいんです。この DVD では心肺蘇生のステップごとに区切って説明をしています。その都度私と一緒に練習しましょう。大丈夫、すぐできるようになりますよ。とてもシンプルですから。心肺蘇生学習キットの中にいくつかのものが入っていますので、取り出してみましょう。まずこれが訓練用の人形です。それと心肺蘇生の手順なども一緒に入っているので、後で疑問点があれば確認してください。取り出しましたか？では準備について説明します。まず裏返しにしてください。ここにチューブがあります。見つかりましたか？そしてここから空気を入れて膨らませます。いっぱいまで入ったら空気が漏れないようにチューブをつまんで、このように蓋をします。まだ準備が終わっていない場合は、ここで DVD を一時停止してください。これで準備ができました。さて、早速練習してみましょう。間違えても大丈夫ですよ。この練習は、あなたが心肺蘇生の実技に十分時間を取ってもらえることを目標としています。私から上達のためのコツをいくつかお伝えします。まずこのように人形をあなたの前に横向きに置いてください。人形の胸がちょうどあなたの両膝の前に来るようにします。まずは一番簡単なパートをやってみましょう。胸骨圧迫です。まず手をどこに置くのかよく見ておいてくださいね。圧迫をする場所は胸の真ん中です。まずここに手のひらの付け根を置きます。次にこんな風に指を組みます。
両肘をまっすぐ伸ばして胸を真下に押してください。しっかり強く胸骨圧迫を行うとクリック音が聞こえます。さあやってみましょう。胸の真ん中に手のひらの付け根を置き、もう一方の手を重ねて指をしっかり組みます。肘をまっすぐ伸ばして真下に向かって圧迫します。押した後は胸が元の高さに戻るようにします。こんな感じです。それでは一緒にやってみましょう。音楽のテンポに合わせて圧迫してみてください。いいですか？さあ始めましょう。約5センチ胸が沈むまで圧迫します。クリック音が聞こえますか？まっすぐ下に圧迫できていますか？間違いないかと心配しないでください。練習ですから大丈夫です。どうですか？手のひらの付け根は胸の真ん中に置かれていますか？いいですね。休憩するときはここで DVD を一時停止してください。もう少しですよ。いいですね。よくできました。体もだんだん温まってきましたか？まずは心肺蘇生の最も重要なパート、全身へ血液を送り出すための方法を学んでいただきました。さあ練習を続けましょう。次は心肺蘇生のもう一つのパート、気道確保と人工呼吸です。はじめに気道確保を行います。どこに手を添えるかよく見ていてください。片手で額を押さえながら、もう一方の指先を顎の先端、骨のある硬い部分に当てて頭を後ろに反らします。それでは一緒にやってみましょう。いいですか？片手で額を押さえて、もう一方の指先を顎の先端に当てて頭を後ろに反らします。手や腕を首に乗せないよう気をつけてください。できましたか？いいですね。次に人工呼吸です。どうやって息を吹き込むか説明します。見ていてください。額に当てている方の指で鼻をつまみます。あなたの鼻ではないですよ。次に口をしっかりと覆ってください。息を吹き込みます。約1秒かけて胸が持ち上がるくらいの量を吹き込んでください。胸が上がることで空気がきちんと入ったことを確認できます。それでは一緒にやってみましょう。いいですか？まず片方の手で額を押さえて、もう一方の指先を顎の先端に当てて頭を後ろに反らします。首には触れないでください。鼻をつまんで口を覆い、約1秒かけて息を吹き込みます。胸は上がりましたか？上がらなかった場合は DVD を止めて繰り返し練習してください。必要があればもう一度今のパートを見てください。さあ何セットか人工呼吸をしてきちんとできるかを確認してみましょう。胸は上がりましたか？そうです。もう少し続けてみましょう。気道確保して首に手が触れないように注意をしながら鼻をつまんでゆっくりと息を吹き込みます。1回目の吹き込みの後、息が自然に出るのを待ってから2回目を行ってください。そうです。最後にもう1セットやってみましょう。気道を確保した状態で鼻をつまみゆっくりと吹き込みます。首には触れないでください。息が自然に出るのを待って次の吹き込みを行ってください。
よくできました。これで心肺蘇生の重要な主義として、全身に血液を送り出すことと人工呼吸を行うことの2点を学んでいただきました。次はこれを組み合わせて一緒にやってみましょう。準備はいいですか？片手で額を押さえます。顎先に指を当てて頭を後ろに反らします。鼻をつまんで口を覆います。約1秒、胸の上がりがわかる程度まで息を吹き込んでください。もう一度人工呼吸をします。胸が上がりましたか？さあ、今度は胸骨圧迫を30回行います。さっきと同じようにやってみましょう。胸の真ん中に手のひらの付け根を当ててください。肘はまっすぐに伸ばしてください。約5センチ程度胸が沈むように30回押してください。 1,2,3。 28,29,30。再び胸骨圧迫を30回行います。 1,2,3。 脳と心臓へ血液を十分に送るためにしっかりと押してください。28,29,30。人工呼吸を2回。休憩するときはここで DVD を一時停止してください。ここまでで胸骨圧迫と人工呼吸の流れについて感触をつかんでもらえたと思います。次にこれらの前に行ういくつかのステップをお見せします。その人が本当に心肺蘇生を必要としているかを把握するための方法です。誰か目の前で倒れた状況を想定しましょう。私がすることを見ていてください。まず周りを見渡して危険がないかを確認してください。最初に優しく肩を叩きながら大声で呼びかけます。どうしましたか？大丈夫ですか？わかりますか？目を開けたり、何らかの返答や目的を持った仕草をしたりという反応がない場合は、すぐに助けを呼ぶ必要があります。周りに誰かがいる場合は、119番通報を頼み、また近くに AED があれば持ってくるように頼みます。AED についての詳しい内容は、後ほど一緒に勉強しましょう。まずここでは、周りに誰かがいる場合には119番通報と AED の手配を頼むということを覚えておいてください。何人かいる場合にはそれぞれの人に具体的に頼みます。こんな風に、あなた、人が倒れています。119番通報をお願いします。あなた、 AED を持ってきてください。誰も周りにいなければ、自分で119番通報をする必要があります。もしもし、119番ですか？人が倒れていて反応がありません。素早く確実に救急車が現場に向かうために、あなたがどこにいるかをできるだけ正確に答えてください。心肺蘇生を続けている時でも、電話はそのまま切らずにいてください。近くに AED があれば、自分で取りに行ってください。119番通報すると、電話を通して心肺蘇生のやり方を教えてくれます。携帯電話をスピーカーモードにして、落ち着いて指示を受けましょう。
では一緒にやってみましょう。お友達と一緒に歩いていて、偶然倒れた人を見つけました。まず周りを見渡して、危険がないかを確認してください。次にその人の肩を優しく叩いて、大声で呼びかけてください。大丈夫ですか？わかりますか？反応がない場合は、はっきりと友達に頼んでください。私と一緒に声を出しましょう。あなた、119番通報をお願いします。あなた、AED を持ってきてください。そうです。よくできました。119番通報と AED を依頼したら、心肺蘇生を始めます。まず、普段通りの息をしているか確認します。私と一緒にやってみましょう。反応がなく、呼吸がないか異常だと思ったら、心停止と判断します。10秒以内で胸とお腹の動きを見ます。ところで、このような呼吸は視線器呼吸と呼ばれます。この場合は、すぐに胸骨圧迫を開始します。視線器呼吸かどうかわからないときも、迷わず胸骨圧迫を開始してください。さあ、もう一度やってみましょう。いいですか？まず周りを見渡して、危険がないか確認し、次に肩を叩きながら大声で呼びかけます。反応がなければ助けを呼び、普段通りの呼吸があるかどうかを確認して、なければすぐに胸骨圧迫を開始します。大丈夫ですか？わかりますか？あなた、119番通報をお願いします。あなた、AED を持ってきてください。呼吸を確認します。反応がなく、呼吸がないかよくわからないと思ったら、心停止と判断します。10秒以内で胸とお腹の動きを見ます。次は胸骨圧迫です。先ほどと同じように、胸の真ん中に手を置いて、肘をまっすぐに伸ばして、約5センチ胸が沈むようにしっかり圧迫してください。30回行います。1、2、3。圧迫と圧迫の間は胸が元の高さにまで戻るようにしてください。28、29、30。2回人工呼吸を行います。そして胸骨圧迫を30回行います。1、2、3。肘をまっすぐ伸ばして真上から垂直に圧迫してください。28、29、30。人工呼吸を2回します。まだ反応がなければ心肺蘇生を続けてください。ここまでであなたは心肺蘇生を実行するためのとてもシンプルな技術を学びました。ではすべてを一連の動きとしてやってみましょう。倒れた人を発見したところから救急車が到着するまでの間です。準備はいいですか？さあ始めましょう。まず周りを確認します。大丈夫ですか？わかりますか？あなた、119番通報お願いします。あなた、AED を持ってきてください。呼吸の確認をします。胸骨圧迫を始めます。1、2、3。圧迫と圧迫の間は胸が元の高さまで戻るようにしてください。28、29、30。人工呼吸を2回。胸骨圧迫を30回。1、2、3。肘
足をまっすぐ伸ばして垂直に体重を加えます。28、29、30、人工呼吸を2回。胸骨圧迫を30回。1、2、3。約5センチの深さでしっかりと圧迫していますか？28、29、30、再び人工呼吸を2回。胸骨圧迫を30回。1、2、3。手のひらの付け根を胸の真ん中に来るように置いてください。28、29、30、人工呼吸を2回。救急隊が心肺蘇生を代わってくれました。休憩するときはここで DVD を一時停止してください。心臓の機能が失われた人に迅速に心肺蘇生が行われると救命率が向上します。しかし心肺蘇生だけでは救えないこともあります。心臓のリズムに異常が発生すると、血液を送り出すポンプとしての機能が失われてしまう場合があります。AED は自動体外式除細動器とも呼ばれ、心臓のリズムを自動的に解析して、電気ショックが必要な場合は、音声で指示を出してくれる機械です。AED は駅や空港、学校など多くの場所に設置されています。119番通報を行うときは、必ず誰かに AED を持ってきてもらうよう頼んでください。AED は反応がない人に使いますが、電気ショックが必要でなければ作動しないように設計されています。AED の使用方法はとても簡単です。心肺蘇生を行っている途中で AED が到着したら、すぐに使う準備に移ります。まず AED の電源を入れます。機種によって電源ボタンを押すタイプと蓋を開けると自動的に電源が入るタイプがあります。電極パッドを貼ってください。電源を入れると AED はまず電極パッドを倒れている人のはだけた胸に貼り付けるよう指示します。貼る位置はパッドや袋にイラストで書かれているので参考にしてください。パッドのコネクターを接続してください。この後も音声メッセージに従って操作してください。解析中です。体に触れないでください。離れてください。ショックが必要です。充電中です。体に触れないでください。離れてください。ショックボタンを押してください。完了しました。胸骨圧迫と人工呼吸を開始してください。さて、お手持ちのキットの中にはこのような AED の模型が入っています。これを使って AED の使い方を練習してみましょう。この模型は本物と違って音声によるメッセージは出ませんが、 AED の使い方を学ぶことができます。では一緒にやってみましょう。さあ、 AED の模型は準備できましたか？まだ準備が終わっていない場合はここで DVD を一時停止してください。では始めます。あなたは他の人と心肺蘇生を交代し、自分で AED を使い始めるところからスタートします。いいですか？忘れないでください。
AED の電源を入れて音声メッセージの指示に従うだけでいいんです。電極パッドを貼ってください。電源を入れると AED は電極パッドをはだけた胸に貼り付けるよう指示します。私と一緒にやってみましょう。しっかりとイラストの場所に貼れましたか？まだの場合はここで DVD を一時停止してください。パッドを貼り終えると AED は心電図の解析を自動的に始め、体に触れないでくださいというメッセージが流れます。解析中です。体に触れてください。誰も触っていませんか？電気ショックが必要であれば自動的に充電が始まります。再び体から離れてくださいというメッセージが流れますので、もう一度確認してください。離れてください。ショックボタンを押してくださいというメッセージが流れます。ショックします。ボタンを押してください。電気ショックの後は直ちに胸骨圧迫を再開します。人工呼吸を開始してください。 AED が約2分後に心電図の解析を再開するまで心肺蘇生を続けます。心臓が止まってしまった人にはぜひ AED を使ってください。 AED は簡単な操作で安全に救命率を上げることができるのです。さあ、心肺蘇生を理解していただけましたか？意外と簡単でしょ？これであなたは心臓や呼吸が止まってしまった人へ直ちに手を差し伸べる方法をマスターできました。この DVD では他にも気道異物の除去や感染防護具の使い方についても学べます。心肺蘇生を実際に行うことがないよう願ってはいますが、もし目の前で人が倒れたら勇気を持って実行してください。今すぐに反応を確認し、119番通報と AED を依頼して呼吸を確認します。普段通りの呼吸でなければ胸骨圧迫を。これだけで救命率は大幅に向上します。可能なら人工呼吸も加えるとより効果的になります。もし失敗したらどうしようとか、別の人の方が自分よりもうまくできるかもしれないと考えて立ち尽くさないでください。119番通報したら消防署の担当者が心肺蘇生の方法を教えてくれます。呼吸が止まった人には直ちに救いの手を差し伸べない限り回復が望めないことを忘れないでください。そしてその方法はもう分かりますよね。お疲れ様でした。家族やお友達から今日何をしたかと聞かれたら、ぜひこのキットを見せて説明してあげてください。間違えても大丈夫ですよ。この講習はあなたが心肺蘇生の実技に十分時間を取ってもらえることを目標としています。ではまずこのように人形をあなたの前に横向きに置いてください。人形の胸がちょうどあなたの両膝の前に来るようにします。それでは胸骨圧迫を練習します。胸の真ん中を強く早く圧迫しましょう。実際にやってみますので、よく見ていてください。圧迫をする場所は胸の真ん中です。まずここに手のひらの付け根を置きます。次にこのように
もう一方の手を重ねて指をしっかり組みます。強く胸骨圧迫を行うとクリック音が聞こえます。さあやってみましょう。いいですか？胸の真ん中に手のひらの付け根を置きます。そしてもう一方の手を重ねて指をしっかり組みます。肘をまっすぐに伸ばして真下に向かって圧迫します。約5センチ胸が沈むまでしっかりと押してください。押した後は胸が元の高さに戻るようにします。しっかりと押せばクリック音が聞こえるはずです。聞こえますか？どのくらいの強さで圧迫をすればよいのか、感触をつかむためにもう少しやってみましょう。それでは音楽のテンポに合わせて圧迫をしてみてください。いいですか？さあ始めましょう。肘はまっすぐに伸びていますか？上半身に体重をかけながら圧迫するといいですよ。圧迫と圧迫の間は胸が元の高さまで戻るようにしてください。まっすぐ下に圧迫できていますか？間違えないかと心配しないでください。練習ですから大丈夫です。どうですか？胸の真ん中に置かれていますか？もう少しですよ。頑張りましょう。いいですね。もしクリック音がなかなか聞こえない場合には、ここで DVD を一時停止してもう少し練習してみてください。次にこれらの前に行ういくつかのステップをお見せします。その人が本当に心肺蘇生を必要としているかを把握するための方法です。誰か目の前で倒れた状況を想定してみましょう。私がすることを見ていてください。まず周りを見渡して危険がないかを確認してください。最初に優しく肩を叩きながら大声で呼びかけます。どうしましたか？大丈夫ですか？わかりますか？目を開けたり、何らかの返答や目的を持った仕草をしたりという反応がない場合は、すぐに助けを呼ぶ必要があります。周りに誰かがいる場合は119番通報を頼み、また近くに AED があれば持ってくるように頼みます。 AED についての詳しい内容は後ほど一緒に勉強しましょう。まずここでは、周りに誰かがいる場合には119番通報と AED の手配を頼むということを覚えておいてください。何人かいる場合にはそれぞれの人に具体的に頼みます。こんな風に、あなた、人が倒れています。119番通報をお願いします。あなた、AED を持ってきてください。誰も周りにいなければ、自分で119番通報をする必要があります。
もしもし、119番ですか？人が倒れていて反応がありません。素早く確実に救急車が現場に向かうために、あなたがどこにいるかをできるだけ正確に答えてください。心肺蘇生を続けている時でも、電話はそのまま切らずにいてください。近くに AED があれば、自分で取りに行ってください。では、一緒にやってみましょう。お友達と一緒に歩いていて、偶然倒れた人を見つけました。まず周りを見渡して、危険がないかを確認してください。次にその人の肩を優しく叩いて、大声で呼びかけてください。大丈夫ですか？わかりますか？反応がない場合は、はっきりと友達に頼んでください。私と一緒に声を出しましょう。あなた、119番通報をお願いします。あなた、AED を持ってきてください。そうです。よくできました。119番通報と AED を依頼したら、心肺蘇生を始めます。まず、普段通りの息をしているか確認します。私と一緒にやってみましょう。反応がなく、呼吸がないか異常だと思ったら、心停止と判断します。10秒以内で胸とお腹の動きを見ます。ところで、このような呼吸は視線器呼吸と呼ばれます。この場合は、すぐに胸骨圧迫を開始します。視線器呼吸かどうかわからないときも、迷わず胸骨圧迫を開始してください。それでは、胸骨圧迫のみの心肺蘇生を一緒に練習してみましょう。人が目の前で倒れたのを発見してから、救急車が到着するまでの間です。準備はいいですか？さあ、始めましょう。まず、周りを確認します。次に、大声で呼びかけ、反応がなければ助けを呼びます。大丈夫ですか？わかりますか？あなた、人が倒れています。119番通報をお願いします。あなた、AED を持ってきてください。呼吸の確認をします。普段通りの呼吸がない、よくわからなければ胸骨圧迫を始めます。先ほどと同じように胸の真ん中に手のひらの付け根を置きます。そしてもう一方の手を重ねて指をしっかりと組みます。肘をまっすぐに伸ばして真上から圧迫します。音楽のリズムに合わせて圧迫してみてください。1、2、3、4、5。さっき練習した通りに強く早く圧迫してみてください。音楽のテンポに合わせるとどのくらいの速さで圧迫するのか感覚がつかめます。圧迫と圧迫の間は胸が元の高さに戻るようにしてください。胸の真上に覆いかぶさるようにして肘をまっすぐに伸ばすといいです。約5センチ、胸がしっかり沈むまで圧迫します。クリック音が聞こえますか？誰かが交代してくれるか、救急車が到着するまで圧迫を続けましょう。上半身の体重をかけながら胸を圧迫するといいです。さあ、もう大丈夫。救急隊が心肺蘇生を代わってくれました。これでおしまいです。本当に簡単でしょ？目の前で突然人が倒れて反応がない場合には、
まず119番通報と AED の手配を頼みます。そして普段通りの呼吸がなければ胸の真ん中を強く早く圧迫しましょう。助けてくれる人が周りにいれば胸骨圧迫を交代で行います。胸骨圧迫は疲れるので2分以内に交代しましょう。救急車が到着するまで、または AED を使い始めるまでは強く早く圧迫し続けることが大切です。何もしなければその人の命は確実に失われてしまいます。皆さんが行動することでのみ助けることができるのです。お疲れ様でした。家族やお友達から今日何をしたかと聞かれたら、ぜひこのキットを見せて説明してあげてください。食べ物が喉に詰まってしまった経験がある方も多いと思います。普通は咳をすれば吐き出せますが、数秒間でも息ができなくなるのはとても怖いですね。食べ物などが喉に詰まったままになると窒息になることがあります。空気の通り道である気道が塞がってしまい、息もできません。あ、朝子ちゃんが。もし周りの誰かが窒息したら、迅速な対応が必要です。大丈夫？大丈夫？この少女には今問題が発生しています。飴玉が喉に詰まってしまい、声を出せず喉元を掴んでいます。これは窒息のサインと呼ばれています。気道が完全に閉塞して息ができず話すこともできない人は、このように両手で喉元をつかむような仕草で窒息していることを伝えます。目の前の人が窒息しているようだったら、まずその人に聞いてください。喉が詰まりましたか？もし窒息した人が声を出せず息も咳もできない場合、今から助けると告げてから後ろに回ってください。今助けますよ。気を失って倒れるかもしれないので、あなたはしっかり立っていてください。まずウエストに手を回します。一方の手でへその位置を確認し、もう一方の手で握り拳を作って、へその少し上、溝落ちより下の位置に当てます。へその位置を確認した方の手でもう一方の握り拳を握り、素早く手前上方に向かって圧迫するように突き上げます。これは腹部突き上げ法という方法で、異物が取れるまで続けます。またもう一つの方法に、背部高打法があります。このように手のひらの付け根で左右の肩甲骨の真ん中あたりを繰り返し強く叩きます。腹部突き上げ法と背部高打法の選択は、その時にできる方で構いませんが、可能なら腹部突き上げ法を優先してください。一方で効果がなければ、もう一方を試してみてください。もしもぐったりして反応がなくなった場合は、直ちに119番通報してください。他に人がいれば、119番通報と AED を頼み、あなたは心肺蘇生を始めてください。あなた、119番通報をお願いします。あなた、AED を持ってきてください。胸骨圧迫と人工呼吸を先ほど学んだように実行してください。心肺蘇生をしている途中で詰まっているものが見えれば指で取り除きます。見えない場合は指を口に入れないでください。うまく取り除けた場合も、念のため医師の診察を受けましょう。さあ、練習のため誰かに実際に手を当ててみてください。
ただし形の練習ですから絶対に力を加えないでくださいね。相手の後ろに立ちウエストに手を回します。一方の手でへその位置を確認し、もう一方の手で握り拳を作って親指側をへそのやや上、溝打ちより下の位置に当てます。へその位置を確認した方の手でもう一方の握り拳を握り、素早く手前上方に向かって圧迫するように突き上げます。これは練習ですから実際に力を加えないでください。練習で力を加えると怪我をする危険があります。今あなたが一人でこの DVD をご覧の場合は、目の前に窒息した人がいると想像して手を回してみてください。そして実際には自分のへそと溝打ちの間に握り拳を当てて圧迫する位置を確認しましょう。感染防護具にはマスクタイプのものとシートタイプのものがあります。マスクタイプのものはこのような形をしています。息を吹き込むときはマスクをこのようにしっかりと密着させることが大事です。シートタイプには真ん中にフィルターや一方向弁がついていますので、この部分に口を当てて使います。気道を確保した状態でシートを当てて人工呼吸を2回します。簡単でしょ。